新型コロナウイルス感染症の状況を把握するために厚生労働省が導入したシステムについて情報を直接入力している医療機関が4割にとどまることが分かりました厚労省は新型コロナウイルス感染者の情報を医療機関が直接入力できるハーシスというシステムの導入を進めていて来月にも全国での運用を始める予定です しかし、すでに導入している医療機関へのアンケートでは、直接入力をしている医療機関は4割にとどまりました。入力件数が多いことなどが背景にあるとみられ、今日行われた厚労省の専門家による作業部会では、検査で陰性だった人の入力を不要にするなどの負担軽減策が示されました。